下から行こうか。僕から行きましょう。下、うん、ダメです、くるくるです、くるくる、ちょっと待って、またくるくるです。あ、大丈夫みたいですよ。大丈夫だ。じゃあ、OK、来ました、来ました、来ました。はい、じゃあ15秒前。これは下から、下から行こう。言った方がいいですか、10秒前。最初遅れましたこと。5秒前。声拾ってます。5秒前。拾ってます。4。5月31日金曜日、いばきら TV ステーションのお時間です。本日も私、須藤優希と石森玲子がお伝えいたします。まずはじめに配信時間を遅れましたことをお詫び申し上げます。失礼いたしました。本日の県内の天気、北部南部ともに晴れ、夜からは曇りの予報となっています。最高気温は24度から26度前後まで上がる見込みです。昨日とは打って変わってね、晴天でございます。いいお天気ですね。いいですね、今日は。はい、私ですね、はい、気持ちよすぎてですね、うん、どこ行ってきた。先ほど25階の展望デッキの方へ行って写真を撮ってまいりました。これですね、すごい。これちょっとですね、はい、後ろに山がうっすら見えてるんですよね、うんうん、あ、見えます、見えます。はい、はい、ぜひですね、これ天気いい日はね、上でね、見ていただければなと。25階ね、はい、思います。はい、カフェなんかもあってくつろぎますのでね、はい、ぜひ行ってみてください。はい、もう5月31日ということで、明日から6月入ってしまいますね。そうですね、衣替え、はい、そうですね、はい、まだまだちょっとね、お天気不安定、梅雨入りしましたので、はい、長袖はね、お片付けしないで、はい、ご用意いただきたいと思います。はい、羽織るものは置いといてという形で、はい、はい、お洗濯もね、乾きにくい時期ですけども、そうですね、頑張っていきましょう。はい、はい、それでは今日も頑張りましょう。頑張りましょう。はい、それではいばきら TV ステーション、行ってみて。では番組のメニューをご紹介してまいります。この後は茨城新聞の気になる記事をご紹介、朝刊ピックアップ、茨城の今がわかる茨城新聞ニュース、ゲストをお迎えしてのいばきら愛、本日は歌手の川上愛さんと上層市よさこいなごみの皆さんをお迎えいたします。お知らせも交えまして、本日も盛りだくさんでお送りしてまいります。どうぞ最後までお楽しみください。まずはこのコーナーからです。須藤さん。はい、朝刊ピックアップのコーナーです。本日の話題はこちらです。大洗町で男子プロゴルフダイヤモンドカップ2013が行われているという話題です。男子プロゴルフのダイヤモンドカップ2013は30日、大洗町磯浜町の大洗ゴルフクラブで開幕しました。6月2日までの4日間にわたり熱戦が繰り広げられます。大洗での開催は4年ぶり10度目となります。注目選手は前回優勝の藤田博之、4月にエイジシュートを達成した66歳の尾崎雅史、プロ転向1年目の松山英樹、片山慎吾ら、他に茨城県勢では細川和彦、床田辰徳らが出場。国内屈指の難コースに挑むトップ選手のプレーを間近で見ようと、初日から多くのファンが詰めかけました。今大会は復活大洗をテーマに掲げ、東日本大震災で津波被害を受けた大洗町へのチャリティーも行われるということです。以上、朝刊ピックアップでした。続いて茨城新聞ニュースをお伝えします。最初のニュースです。ひたちなかフラフェスティバルがこのほどひたちなか市の国営ひたち海浜公園で開かれ、色鮮やかな衣装を身にまとったフラ愛好家が衣装や髪をなびかせながら華麗に踊りを披露し、会場は華やかな雰囲気に包まれました。フラフェスは今年で6回目で、過去最大の17の団体およそ1500人が参加しました。色とりどりの衣装とレイ、髪飾りなどを身につけた女性たちが音楽に乗せて
古典フラやタヒチアンダンスなどを繰り広げ、最後は参加者全員で現代フラの月の夜話を踊り、観衆から大きな拍手が湧き上がりました。できない感情の部分を踊りの中で表現できるところが魅力で楽しいです。フラを始めて9年になる助川雅美さんは、普段できない感情を表現できるのがフラの魅力、青空の下で踊れて楽しかったと話しました。次のニュースです。筑波学院大学の学生たちが昨日、つくば市東の学校の周辺で、福島第一原発事故の影響で福島県から避難している住民たちと一緒にゴミ拾いを行いました。5月30日のゴミゼロの日に合わせた取り組みで、参加者は仲良く会話しながら交流を深めました。参加したのは大学教員らを含めて19人で、このうち避難者は東の公務員宿舎に住む福島県双葉町といわき市の住民7人です。およそ40分ほどの活動で、空き缶やタバコの吸い殻、ビニール傘など、ゴミ袋5袋分を回収しました。筑波学院大学では毎年この時期に清掃活動を実施していますが、今回は福島の人たちと近所付き合いを深めようとの狙いで声をかけました。参加した双葉町の江俣富さんは、若い人と触れ合え元気をもらえたと笑顔で話しました。また経営情報学部2年の鈴木千佳さんは、隠れた場所に捨てられたゴミが多く、やった成果はあったと話していました。次のニュースです。リニューアルが進む石岡市の県フラワーパークに本日、新しくレストラン、やさとでとれたがオープンしました。運営は那珂市の木内酒造のグループ会社が担い、地元生産者の野菜や鶏、豚などが味わえる自然派レストランがコンセプトです。オープン前日の昨日は、県や市の関係者、市議らが参加し、内覧会とオープンレセプションが開かれ、やさとの野菜のバーニャカウダなど、地元の食材を使った料理を味わいました。県フラワーパークは2010年度から大規模リニューアルに着手し、農産物直売所の拡充や大温室を多目的ホールに改修するなどの取り組みを進めています。石岡市の久保田健一郎市長は挨拶で、レストランを介し地域の素晴らしさを県内外に発信していければと期待を込めました。リニューアルは2014年度まで続き、フラワーパークをより魅力ある施設にしていく考えです。最後のニュースです。水戸市の観光に貢献した個人・団体を顕彰する水戸観光協会の第17回観光事業功労者表彰が、水戸市三の丸の県三の丸庁舎で行われ、お堀の桜を愛する会と常陽銀行が表彰を受けました。表彰状。
お堀の桜を愛する会は15年間にわたり旧県庁前の桜のライトアップを実施しました。春の風物詩として親しまれ、中心市街地の活性化や観光振興に貢献しました。また常陽銀行は1989年から毎年水戸の梅まつりの時期に配布する観光パンフレット偕楽園と水戸周辺ガイド約4万部を観光協会に寄贈しています。折り畳み式で携帯しやすく観光客に喜ばれています。また優れた接客などを称える観光優良従業員表彰も実施され、亀井市長の白石薫さん、 JR バス担当の杉山清さん、観光第一航空の関田敏夫さんの3人が表彰されました。15回続けることができて、このように最後締めくくらせていただけて本当にありがたく思っています。皆様にとっても愛された会にできたので、桜たちも喜んでいると思います。こういった賞をもらえるとは思えなかったので本当にありがたいと思ってます。嬉しく思ってます。表彰に続き本年度総会が開かれ、中山芳雄会長らが再任されました。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。本日の朝刊ピックアップはもう一つこちらの常陸大宮市の鮎のぼりの話題をお届けいたします。6月1日の鮎釣り解禁を前に、常陸大宮市は29日、日本一の鮎の里をアピールする鮎のぼりを久慈川沿いの常陸大宮市山形の国道118号と中川に近い野口の国道123号沿いに掲げました。全長2メートルの鮎のぼりをそれぞれ10匹ずつ5メートル間隔で泳がせ、名産の鮎を太鼓棒らに PR します。鮎の漁獲量全国1位の中川と2位の久慈川が市内を流れる常陸大宮市は昨年、日本一の鮎の里にふさわしい鮎のぼりのデザインを全国から公募しました。最優秀に選ばれたデザインをもとに本年度鮎のぼり300本を制作しました。鮎釣りのシーズン期間中、久慈川や中川沿い、観光施設、飲食店などに掲げられます。市の商工観光課は、日本一の鮎の里の魅力を風を受けて泳ぐ鮎のぼりから感じ取ってほしいと呼びかけています。以上、朝刊ピックアップのコーナーでした。続いてメロン祭りのお知らせです。茨城県を代表する成果物の一つであるメロンの最盛期に合わせて、水戸駅では茨城メロン祭りを開催します。期間中、茨城県産メロンやオリジナルスイーツの販売、メロンが当たるお楽しみイベントなどを通じて茨城県のメロンの魅力を発信します。この機会にぜひ水戸駅にお立ち寄りください。開催期間は明日6月1日土曜日から6月7日の金曜日まで。開催時間は平日が10時から19時、土曜日日曜日は10時から18時までです。水戸駅改札前の臨時売店スペースにて開催します。皆様、美味しい茨城のメロンをぜひどうぞ。いばきら TV より新番組のお知らせです。先日、昨日配信スタートいたしておりますすっぽん大学の体当たりバラエティ番組、茨城三国志。すっぽん大学の2人が体を張っていろいろなことを体験していく番組です。本日はすっぽん大学のネタを少しだけお見せいたします。それでは VTR どうぞ。はい、どうも、すっぽん大学です。はい、よろしくお願いします。いや、売れないね。頑張ってるんですけどね、全然売れないんですよ、僕らね。そうなんですよね、うん、売れてないと悲しいこと多いんですよ。いや、ほんとこれ多いんですよ。何が悲しいかって、イベント呼ばれた時の、うん、イベントポスターが悲しいことになってる。そう、今日はね、
あるデパートで、やったイベントのポスターを持ってきましたんで、はい、それを見てほしいんですけどね。出演者がスッポン大学、僕らですね、ガムシロップ、ガムシロップ、宇都宮八郎、宇都宮八郎、小樽、ここに有名お笑い芸人が大集合、誰が有名なんだよ誰も有名な人いないでしょ、これ よくぞクソ芸人4組集めて有名って言いましたよ、これ自分含めてクソって言っちゃってるからね。そうだよ、言っちゃうよ、もうでね、ここに、満員御礼って書いてあるんですよ。満員御礼って書いてあるんですね。ちょっと期待して、こうやって楽屋から覗いてみたのよ、客席ね、お客さん3人しかいなかったのよ3人だよ、これ3人だよ、嘘だろ。一番ってのは我々が盛り上げたら、お客さん増えるんじゃないかなと思って、そうはいどうもって出てったら、そのお客さん立ち上がって帰っちゃったのよゼロだよ、ゼロお客さんゼロ、ただ休んでただけっていう。そうなんだよ。でもね、ゼロの中でさ、ネタやるもなんか変でしょ、だから一応ね、横にいるスタッフに聞いたんですよ、どうしたらいいですかって。続けてくださいって言うんですよ。結局15分間僕ら誰もいないままネタやったんですよ、これ。やったんですよ、丸々、で4組丸々いなかったから1時間誰もいなかったの。そう、誰もいなかったので、何がひどかったかって、この小樽さん、もう芸歴25年、この芸歴25年の小樽さん、お客さん誰もいないのにガチガチに緊張してたんですよいや、何に緊張したんだこの人はわけがわかんないよ、何のプレッシャーを感じたんだ。そうだよ。あとひどかったのがね、この司会者のガムシロップ、誰もいないのにライブの告知し始めたんだよ。いや、誰に何を伝えたいんだ こいつらも。俺たちにもさせたんだあいつらはよひどいよこれ。あの時間を返せ、返せよ本当に。何だったんだあれは。ねえ、まあそんな僕らですけど、イバキラ TV をきっかけに売れたいと思います。どうぞよろしくお願いします。新番組茨城三国志は絶賛配信中です。まだご覧いただいていない方はぜひご覧ください。皆さんこんにちは、J リーグ、水戸ホーリーホックの代表してます松田でございます。今日はあの茨城ホーリーホック1万人祭りの PR ということで、マスコットホーリーくんと来ております。よろしくお願いいたします。さて、6月1日の我々ヴィッセル神戸戦は茨城ホーリーホック1万人祭りを開催いたします。水戸市民の方は無料、そして、皆様方がですね、楽しめるイベントが盛りだくさんでございます。特設ステージスペシャル夢と勇気ということで、我々、勝美さんをお迎えして、戦隊もののですね、そういった形の中でのステージを作り上げていきます。そして体験ブース、そして、我々グルメブースもですね、お待ち盛大にやらせていただきますので、ぜひとも皆様方が来ていただければというふうに思います。特にですね、1万人集めるということになりますと、源泉スタジアム非常に混みます。シャトルバスとかですね、我々用意させていただいておりますので無料で乗れます。ぜひとも水戸ホーリーホックのホームページを見ていただいて、アクセスしてください。詳しい内容ですね、こちらに書いてあります。我々水戸ホーリーホックの地域をね、盛り上げていきますので、そして最後は勝つということで、ぜひとも行って終わりにしたいと思います。皆さん応援をよろしくお願いします。本日はありがとうございます。皆様はもうお買い求めになられましたか？ドリームジャンボ宝くじとドリーム10が現在好評発売中です。今日はスタジオに素敵なゲストをお迎えいたしました。宝くじ幸運の女神、石川由美さんです。よろしくお願いいたします。ドリームジャンボ宝くじとドリーム10の気になる賞金を教えてください。はい、今回のドリームジャンボ宝くじは1等賞金が1億円で、当選本数が161本です。1ユニット当たりの1億円の当選本数は7本で、昨年同様ドリームジャンボ宝くじ史上最高の当選確率となっています。また同時発売されますドリーム10の1等賞金は10万円で、当選本数は4万本です。この1等は下3桁の抽選で決まります。つまり1000分の1の割合で1等10万円を手にすることができるんです。億万長者が161人も誕生するドリームジャンボ宝くじと、本数派には嬉しい1等10万円が4万本もあるドリーム10、皆さんも2つのドリームにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ところで発売はいつまでですか？はい、どちらも6月7日金曜日までで、価格は1枚300円です。ぜひ皆様もお近くの売り場でお早めにお買い求めください。
茨城県の皆様に幸運が訪れますことをお祈りしております。今日はドリームジャンボ宝くじとドリーム10のご案内に宝くじ幸運の女神石川由美さんにお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはいばキラーアイのコーナーです。本日のゲストは歌手の川上愛さん、そして上総市からよさこいなごみの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまず私のお隣中央ですね、川上愛さんから自己紹介をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、川上愛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お隣です。はい、上総市の神田武史でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ行きますよ。はい、よさこいなごみの北島と申します。よろしくお願いします。よさこいなごみの石塚と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。行総市よさこいなごみの池田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、よさこいなごみの皆さん、今日はお揃いの真っ赤な T シャツで、はい、燃えてますね、はい、とてもよく知らない、はい、大丈夫ですか。すごい、はい、ね、よさこいなごみと入っております。とてもよくお似合いですよ、はい、今日はよろしくお願いします。お願いいたします。さて早速ですけれども、よさこいなごみというのはどういったグループなんですか。そうですね、30代から70代まで上総市の市民の人たちが入っているグループなんですよ、はいはい、メンバーが32名ですか。そんなに幅広いですね、はい、年齢層も幅広く、はい、幅広くやっております、はい、上総市の空踊りのサークルということです。はい、はい、今までどんな活動をされてきたんですか。そうですね、老人ホームにも行ったり、はい、あとは、うん、市内の小学校の、はい、ふれあいスクール、はい、あとは夏祭りのイベントなどに参加しております、はい、いろんな、ね、はい、県内のイベントにも出かけられるということなんですけど、ね、つい最近ですと、はい、どういったイベントに行ってらしたんですか。日立の国、うん、よさこい祭りですか。はい、醍醐祭でありましたね、はい、行ってきました、はい。なんとそちらの、醍醐町で開催されたひたちの国よさこい祭りでは審査員特別賞を受賞されました。おめでとうございます。ありがとうございます、ね、いろんな、ね、ところのイベントも、ね、楽しそうですよね、はい、ところでですね、もうよさこいなごみの皆さんと川上愛さんとのこの関わりっていうのはどういったところにあるんですか。どなたにお答えいただきましょう。はい、私たちのオリジナル曲を歌っていただいてるんですよね、はい、なんか会員の人たちがね、どうしても自分たちのオリジナルの曲を欲しいって、踊ってみたいっていう気持ちが強くなってきましたので、はい、それでなんか郷土愛でできたらいいなっていうところで神達見解の方にお願いして、はい、それから今になっていたってます。元々指令だったんで、はいはい、なるほど、それで、はい、お願いをして、なるほど、心よく引き受けてみたら、はい、川上さんはね、つくば市のご出身で、そうなんですよ、ね、いろいろ活動された中、はい、現在もつくば市の方にお住まいということで、ほとんど上総市寄りのつくば市なんですね、上総市のそうですよ ね、 そうです、すぐそばなんです、川向こうみたいな、川渡ったらすぐみたいな感じ、はい、ね、上総市の皆さんとも大変関わりが深いということでお聞きしております。そうですね、うちの母も上総市の生まれですし、はいはい、親戚も多いです。なるほど、はい、そんな川上愛さんが歌う、上総ソーラン節なんですけれども、はいはい、これはねどんな曲なのかなと思いますので、じゃあ早速ちょっと曲の方を聴いてみたいと思います。音楽お願いします。仰ぐ大平野春や三つ街道千姫夏に、ソーラン衣装が風に舞う、あったか上層、はい、なんか思わずこう
鼻歌で口ずさんでしまいそうな、ね、感じのノリのいい曲ですけれども、改めてこの上層ソーラン節というのはどういった曲なんですか？私の、まあ、音楽のプロデュースをしてくださってます、はい、まあ、あの花岡雄平さんが、はい、あのプロデュースしてくれて、今回は作曲をね、あのしてくださったんですけど、はい、とにかくあの元気、うん、あの皆さんが元気になるような、うん、そして和みの皆様 の, あの心意気が、うん、そのバーッと出るような、うん、で踊っていても、うん、あの乗ってくるような、うん、なんかそういうこう聴いていても踊っても楽しい歌をということで今回は仕上がってると思います。なるほど、はい、川上さん最初にこの曲を聴かれた時はどういった印象がありましたか？いや頭からねあのバーンってあのアンコのところからあの民謡調で入ってくるんですね、はいはい、であの踊ろうかとか入ってくるところがあるんですけど、皆さんに、ね、とにかくその踊りのキレとか、うん、楽しさとか、うん、そういうものをこう歌っていても楽しいそうだなっていうイメージを、うん、とにかく伝えたかった、元気を伝えたかったので、その辺はあの一生懸命あの頑張って歌っていただきました。今の聴いていただけるの本当元気が出るような曲だと思います、はい、あのやっぱり震災があったりして、うん、であの今回はこの曲は私の新曲のカップリングにさせていただいてるんですけれども、はいはい、やっぱりあのカップリングのもう一つの曲の方がしっとりした歌なので、うんうん、むしろあの和みの皆様の踊りと歌で全国を元気にしたいっていう気持ちもあったので。なるほど、はい、この元気にしたいという思いの曲ということなんですけども、そもそもこの上層ソーラン節を作るきっかけになったのはどういったきっかけだったんですか？そうですね、あちこちに踊りには行ってたんですけど、なんかあの他のグループの人たちが自分たちのオリジナルを持っていたんですよね。でも私たちはまだオリジナル曲がなかったんですよね。で、どうしても自分たちがそのオリジナルで踊りたいっていう希望が会員の中から強くなってきたのでね、はい、じゃあどうせ作るんでしたら郷土愛でね、はい、まあ、やっていけたらいいんじゃないかなっていう、会員全部で考えたんですよ。皆さんで、なるほど、はい、まあ、その郷土愛でね、歌が作られたらいいなという願いのもと、この詩を、書かれたのが本日お越しいただいておりますね。作詞されました地元県民の神田さん、はい、どういった思いでこの詩を書かれたんですか？私ね、作詞なんてやったことなかったそのプロでも何でもないです、はい、ただ和みの皆さんが本当に一生懸命で、なんとかオリジナル曲を作りたいんだと、でせっかく作るんであれば街を元気になるような、でこの上昇式というものを一人でも多くの人に知ってもらいたいんだというので、はい、難しい依頼をされたのねとにかくでも私も子供たちに、上昇市に生まれてよかった、茨城に生まれてよかったって思ってもらうために、はい、なるようなものであればいいなっていうことで、はい、春夏秋冬っていう1番、2番、3番、4番となって、春夏秋冬、それぞれの上昇市の風物詩を市に入れ込んだらどうかなって発想でちょっと作ってみました。なるほど、はい、1番の歌詞ちょっとご紹介すると、筑波を仰ぐ大平野から始まりまして、春にゃ三つ街道千昼明祭りとね、いろいろな上層の見どころとかも出てきたりとか、はい、夏は祇園ですから、はい、三つ街道の祇園、まあ、上層市のお祭りが好きな人がいっぱいいるので、はい、その祇園で、皆さんに楽しんでもらう、はい、というのが入ってますね、はい、夏は、はい、秋はね、いろんな文化祭とかも、はい、あるんで、はい、京都の歴史ということで、一言主神社っていうところもあるんですけど、はいはい、そこで綱火とか、はい、昔からも伝統文化のやつがあったり、はい、まあ、そういう茨城っていうものを3番、春の秋のところには、うん、茨城に来てくれっていうことを言ってます、はい、茨城から、上層から茨城、茨城から全国にっていうことで上層してもらいたいという思いが出てあります。なるほど、はい、で、冬ですね、4番。そうですね、冬はやっぱり年末年始の年越しの各地域の神社で年越しのお祭りがもうあっちこっちでやってますから、それを年越し祭りっていう、まあ、年中を通して上層市のその賑わいをこう入れています。まあ、1番から4番までということで、四季折々のね上層市の特色を
歌った曲ということでよろしかったでしょうかね。はい、はい、さあそして先ほど川上さんのお話の中に、はい、新曲のお話がございましたけれども、はい、こちらの方が川上さんの曲ですね、はい、出ますかね、はい、母が私を語るとき、またこれいいね、タイトルですけれども、はい、こちらはどんな歌なんですか？まあ、タイトル通り、はい、お母さんを題材にして、はい、歌ってる歌なんですけれども、はい、まあ、飾り気のない日常的なお母さんの姿を、はい、子供がうちの母はこんな母でしたっていうような、はいはい、切り口で詩を書いていただいて、うん、で曲をつけていただいた歌なんですけれども、はい、はい、なるほど、ちょっと皆様しんみりしちゃうので、じゃ あったかい涙が出るお母さんの歌ですかね。はい、じゃあちょっと曲の方を少し聴いてみたいと思います、はい、音楽お願いします。母が私を語るとき、笑顔なしでは語れない、愛しくて愛しくて、ただそれだけの人だから、母が昔を語るとき、涙なしでは語れない、悲しくて嬉しくて、同じ話を繰り返す。はい、今ね、曲のところをじっくり聞いていただいたんですけれども、本当になんかこうね、先ほどの上層ソーラン節の元気な曲とはまた違って、うん、しっとりとしたね、いい曲ですね。そうですね、はい、とってもお母さんの存在って、無性に愛する子供に対しての愛情が、はい、短い言葉の中にお母さんの作った手料理がやっぱりどんなご飯を食べても美味しいねとか、うん、これライブで聞くと、聞いてくださる、この間コンサートでも歌ってもらったんですよ、もうみんな泣いてるんですよ。年を重ねて自分がご飯食べることを忘れちゃってても、自分のことは元気か元気かって、お母さん自分の体心配してよっていうような詩を載ってますので、でちょっと寂しくなったらまた上層相談を買って元気になって、それでまた新入り、砂糖とお塩のような CD ですので、ぜひ1回で1枚、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらでございます。はい、あったかい涙が出る歌だと思います、はい、ぜひ皆さんの、ね、おそばにお手に取ってよろしく、ね、はい、お母さんの何事にも、はい、もう買い難いね、愛情の、そうですね、無償の愛というのを、はいはい、せちせちと上層ソーラン節で、上層ソーラン節も郷土愛なんで、はい、郷土愛、本当の郷土っていうのは、はい、愛がいっぱい詰まってます、ね、お母さんがふるさとですからね、名前も愛ですから、そうですね、愛さん、はい、そうですね、川上さんのイベントがあるそうですね。そうなんです、明日、はい、当日券もありますので、はい、ぜひ皆様お時間がありましたら、はい、応援に来てください。生で、で上層市のこのね、なごみの皆さんも華やかな衣装で踊ってくださいますので、それもすごく見応えがあると思いますので、ぜひぜひ当日券ありますよね。はい、はい、どうぞいらっしゃい。そしてなごみの皆さんの踊りありということで、とっても素敵な踊りをしてくださいます。はい、川上さん、はい、ハートフルコンサート、明日6月1日土曜日です。はい、当日券もありますので、ぜひ皆さんお越しください。はい、ではまだまだお話本当にたくさん伺いたいんですけれども、お時間もございますので、はい、最後にですね、いわきら TV をご覧の皆さんに一言ずつメッセージの方お願いできますか。じゃあ、あちらのカメラでお願いいたします。はい、はい、
あ、私からですか。はい、川上さんからお願いします。あのデビューして今年26年目になりまして、以前は木村ゆうきという名前で歌っておりましたが、今回あのふるさとの歌を自分のオリジナルの CD に出るのは初めてなんです。とってもあの嬉しく思ってます。ふるさとの皆さんに応援いただいて頑張りたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。はい、それだけの、はい、上層ソーラン節で上層市の市民の皆さんに元気になってもらい、そして茨城全体が元気になって、今いろんな形であるこの地域の問題、国の問題もみんなで元気になって、子どもたちがこの国に生まれてよかったとなるように、上層ソーラン節を皆さんで応援していただければありがたいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ後列の方いきます。はい、明日のハートフルコンサートでは私たち愛ちゃんの歌に合わせまして、上層ソーラン節を踊らせていただきます。みんな一生懸命踊りますので、ぜひいらっしゃってください。お待ちしてます。はい、はい、この上層ソーラン節を老人から子どもたち皆さんで郷土愛としてあの踊っていきたいと思いますので、私たちも一生懸命あの呼ばれたらすぐあの飛んでいきますので、あのいつでも呼んでください。はい、では最後にもう一方ですね。上層ソーラン節が 町おこしになればいいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、これからね、この上層ソーラン節、そして川上愛さんのね歌声で茨城も元気にしていきたいですね。そうですね、はい、そうなれるようにあの、はい、皆さんと一緒に力を合わせて頑張っていきたいと思います。はい、明日のコンサート、はい、私もできましたら応援に駆けつけたいと思います。よろしくお願いします。はい、本日のいばきら愛のコーナーは、歌手の川上愛さん、そして上層ソーラン節を作詞されました地元県議の神達武さん、よさこいなごみの石塚さん、坂野さん、そして北島さんにお越しいただきました。あ、失礼いたしました、石塚さん、北島さん、池田さんにお越しいただきました。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。明日頑張ってください。続いていばきら TV からお知らせです。千葉テレビで絶賛放映中、小堺翔太のほっこり町談をいばきら TV でも配信しています。第9回は6月2日日曜日11時からです。ぜひご覧ください。チキンバター、はい、ね、ほんと2つとも全然色が違うし、全然違います。来ましたよ、料理が。であの、まあ、ペーストの方も自家製で作ってまして、はい、まあ、要するにカレーチャーハンというような形。最初は美味しさがバーってきたんですけど、次に辛さがドーンってこう襲ってくるような、ものすごい刺激的。辛い。もういっぱい。もう次の一口パクすぐ行きたくなる。続きまして、昨日より配信スタートしました新番組茨城三国志。ここで番組タイトルにもなっていますすっぽん大学の三国志ネタをご覧ください。それでは VTR どうぞ。諸葛亮公明党超日がお送りする三国志ショートコント、お土産。孔明様、孔明様。何でしょう。今日はお土産の
リンゴを持ってまいりましたね。これ貴重でございますね。そのリンゴ持ってなさい。持っていればいいんですか。持ってればいいですよ。お、お、は、お、え、あれ、あれ、あ、すげえ。さすが孔明様。ちょっと俺にもやらせてくださいよ。あなたもやりたいんですか。もう一個リンゴございますんで。うん、コツはどうすればいいんですか。切れると信じればいいんですよ。切れると。なるほど、それは簡単だ。切れると信じればいいんですね。そうですよ。いきますね、切れろ切れろ切れろ、うわったっ、あごめんなさい、ちょ、ま、ああ、首折った、はい、あ中国4000年、あ中国4000年。すっぽん大学の2人がお送りする茨城三国志、面白くためになるバラエティ番組です。ぜひご覧ください。さて、今日夕方のいばきら TV ステーションのいばきら愛、今日は水戸芸術館アートディスカバリーをお届けいたします。どうぞお楽しみに。楽しみに。さあ本日も県庁4階より生放送でお送りしてまいりましたいばきら TV ステーション、お別れの時間が近づいてまいりました。はい、非常に嫌な、思わず涙しておりましたけれども、涙してしまったよ、はい、本当にもうね、はい、明日ですよ、明日、はい、あこちらですね、いよいよ、はい、川上さんのね、素晴らしい歌声の方、はい、あの新曲のこの母が私を語る時もね、すごい知っていた曲で、そうですね、なんといってもこのハートフルコンサートで今日ご出演いただきます、はい、孫みの皆さんがですね、はい、醸造ソーランを総踊りするということでございますので、そうですね、はい、こちらも見どころだと思います。はい、2曲全く違う感じでね、僕も後でお母さんに電話しようと思います、ね、はい、頑張ってるよと、はい、お母さんのこと思いながら、そうですね、はい、聞いてみてください、ね、はい、あそしていばきら TV ではバラエティ豊かにオンデマンド番組も配信しております。本日この後のライブ放送は4時55分からを予定しております。こちらもぜひお楽しみに。はい、さあ今日お昼も食べましたのでね、はい、明日は週末ということで、そうですね、午後もうちょっとですからね、あと少しです、はい、皆さん、はい、午後も頑張って、ではまた。から変えてくんだ、茨城は変わってくんだ、素晴らしい。